どうも、リオンです。いつも見てくださってありがとうございます。今回はですね、私のチャンネルの登録者さんが1000人を超えたということで、そのお礼の動画をちょっと撮ってみたいと思います。それで喜んでいただけるかはわからないんですが、私がハーピストとしてやっていく中で、いろんな質問をいただくことがとても多かったんですね。で、その質問に今回は10個。答えていこうと思います。楽しんでいただけたら幸いです。それじゃあどうぞ。はい、それじゃあまず1つ目、ハープっていくらするの？という質問ですね。これは本当にいただくことが多くて、多分身近にねハープを売っているところもないし、持ってる人も少ないしっていう感じで、皆さん知りたいんだと思います。とこれはですね、だいたいこちらのグランドハープで、一番下が170万円ぐらいですかね。それで高い方になるとだいたい350万円ぐらいが一般的なんですが、もっと特殊なモデルとかになると800万ぐらいまでは私は聞いたことあります。2つ目、なんでハープを始めたの？という質問ですね。ハープに出会ったきっかけとか、どうしてその道進んだんですかみたいなことをよく聞かれるんですね。で、私の場合は小学校の頃にオーケストラ鑑賞教室という授業かながあって、そこでオーケストラの中のハープを見たのがきっかけでした。はい、3つ目、ハープって指が痛いの？という質問ですね。これはね、本当に聞かれることが多くて、すごく始めたいんだけど痛いんじゃないかと思って気になるとか、そういうふうに聞いてくれる方が多いんですね。で、これはまあイエスでありノーなんですよね。音大に進みたいとか、コンクール出てみたいとか、あとはプロになりたいとかですね、そういう方はやっぱりまあ一度はその指の皮っていうものが痛くなっちゃったりとかするし、ハードな練習をしなきゃいけないとか、ハードな曲聴かなきゃいけないとかになると、やっぱり痛くなりやすいんですけど、趣味で楽しくやりたいっていう場合は、全然痛くならない方法でですね、痛くならないスケジュールでさらうことをできると思うので、イエスでありノーですね。はい、じゃあ4番、ハープって運べるの？という質問ですね。こちらの大きなハープ180センチぐらいあって、体重重さはだいたい40キロぐらいなんですけど、結論から言うと運べます。ただし電車に乗るのは無理ですし、運搬の際にはそのトラックをで運ぶか、その乗用車にこの楽器を寝かせて運ぶということになります。なので、まあ車かトラック、業者さんに頼むっていう感じです。運べます。はい、じゃあ5番目、どうしてハープ演奏者は黒髪ロングヘアの美人が多いんですか？という質問ですね。これはね、すごくよく聞かれるんですよ。まあ、まずその女性が多いですよねみたいな感じで聞かれたりとか、男性の方はいないんですかっていうふうに聞かれたりするんですよ。で、まずまあ大前提として、その演奏者の方のことを美男とか美女とかいうのはあまり良くないっていうのは分かってほしいんですけど、まずはですね、その髪の毛がなんで黒髪ロングヘアが多いのかっていう話なんですが、ドレスを着る職業なんですね、ハープ演奏者っていうのは大体の人は。で、ドレス着るってなると、私はショートヘアなんですけど、ヘアアレンジがロングヘアじゃないとバリエーションが少ないので皆さん伸ばされている。また黒髪が多いのは何でですかっていう質問なんですけど、結婚式の演奏をすることが多いんですね、私たちって。よく結婚式場にハープあると思うんですが、その時にその場所によっては黒髪規定って言って、黒髪じゃないとお仕事をしてもらえませんっていうところがあるので、多分黒髪の長い髪
って女性が多いっていうことなんですよね。で、なんでその女性が多いのかなんですけど、なんとなくフェミニンなイメージがあるんでしょうかね、日本では。でもあのハープ自体は海外ではあの男性の方もすごく盛んにやってらっしゃる楽器ですし、とても大きくて音も大きいし、あのなんちょっと男性向きなんですよね、本当はね。なのであの男性ももちろんやっていただけます。様々な要因によりその黒髪ロングヘアの、まあ、美女が多いっていうふうに言われるんだと思います。はい、じゃあ6番、グランドハープってなんでこんなにでかいのという質問ですね。見ての通りすごく大きい楽器なんですけれども、これはですね、あの楽器がどんどん進化していく過程であの大きくなることを迫られたから大きくなったんです。あのハープっていうのはオーケストラに入ってそのたくさん弦楽器とか管楽器がいる中で1人か2人でハープを担当しなければならないので、とても大きい音が必要なんですね。それでこんな大きなあの共鳴板とかができて、どん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 大きくなっていったっていうのが正解なのかなと思います。で、あの弦数も増えて、あのいろんな対応にいろんな曲に対応するようにという感じで大きくなったと言われています。はい、では7番、ハープを弾く人は全員貴族って本当という質問なんですけど、これもねたまに聞かれるんですよ、本当にね。あの全員その御令嬢なんですかみたいないいところのお坊ちゃんお嬢さんなんですか、貴族なんですかみたいに聞かれるんですけど、これはですね全く違いますとですね、確かに昔の時代はその音楽は貴族のものだったので、あの貴族の方が弾いている楽器ではあったんですが、今はですね私も普通の一般家庭ですし、あの普通の方が音大に行ってハープをやったりしています。はい、では8つ目、ほとんどピアノじゃんという質問ですね。ほとんどピアノと同じじゃない、やってることみたいに言われることがねたまにあるんですよ。で、ピアノと あの大きな違いとしては、なんだろうな、やっぱりこうピアノを縦にしたような楽器なんですよね。それであのピアノにはできないことをハープができますし、ハープにはできないことはピアノができるんです。あのもちろんピアノっていうのはとてもポピュラーな楽器で、あのいろんな曲に対応できる楽器で、ジャズとか現在の J-POP もあのハープで弾くよりはピアノで弾いた方が全然楽なんですけど、あの全然違う魅力がある別の楽器なのでピアノがあるからハープはいらないじゃんとか、その逆でハープがあるからピアノはいらないじゃんっていうことではないんですね。全く別の楽器になっています。はい、では9番、どうしてこんなにハープ人口が少ないのという質問ですね。ですね、これはさっきの1個前の質問ともちょっと関わってくるんですけど、あのピアノはねすごく人口が多いですよね。それは何でかと言いますと、ピアノっていうのはすごくまあ管理が楽なんですよね、ハープと比べると。もちろんその年に1回とか数年に1回は調律をしないといけないとは思うんですが、ハープはほとんどまあ毎日というか弾くたびぐらい、弾くたびに1回ずつ調律が必要ですし、こうピアノはねずっとこう、まあ、置いておいても弾ける状態だとは思うんですが、あの弦が切れていくのでずっと放置していくとコストパフォーマンス的にも悪いんですよ。なので多分そのピアノの方が普及していて習うところもたくさんあるし、ピアノの方が管理も得意だからピアノをやる人が多くて、ハープはその逆でちょっと管理面でも難しいし習うところも少ないから、あのハープ人口少ないっていうことになるんだと思います。これからどんどん増えていってくれるといいなと思っております。はい、では最後、ハープの一番の魅力はという質問ですね。これもあの聞かれることとっても多いんですが、ハープっていうのは
数少ない指で弦を触る楽器なんですよね。指で弦を触るというとハープの他には例えばギターとかもあると思うんですが、バイオリンとかピアノとかっていうものは例えばこう弓があってそれを手で持って弾いたり、ピアノだったら鍵盤を押すとハンマーがこう上がって弦に触ったりするんですけれども、ハープっていうのは指で直接触るので、もう指も楽器の一部みたいな感じの感覚なんですね。なので本当に同じ楽器を弾いても人によって全然指が違うので違う音色がするんですね。あとなんだろうな、とってもその自分の内面みたいなものですかね、そういうものが現れやすい楽器だと思うんですね、その弦に指をこうつけて弾くので。なのでそこが私はとてもいいなと思っているところです。もちろん他にもグリッサンドとか、あとはなんだろうな、低い音高い音までたくさんのこう音域の幅があったり、あとは大きい音小さい音のレンジがこう大きくあるっていうのも魅力の一つだと思います。とですね、またハープのことに関してとか何か質問がある方はコメント欄によろしくお願いいたします。ここまで見てくださってありがとうございました。この動画がものすごく不評でない限りはですね、ちょっと喋るような動画も投稿していけたらいいかなと思いますので、皆さん応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。リオンでした。